市議会議員の川口博史です。今回は、コロナ対策と、マスクについてお話をさせていただきます。なかなかコロナが、減りそうでまた増えたり大変、苦慮しております。このせいでですね、大変苦しんでおられる企業もあるかと思います。なんとか、コロナを抑え込んでいきたい、これが願いでありますけれども、これだけ長くなるとどう付き合っていくのかっていうのも考えなければいけないのかな。重症化しないのならもうインフルエンザと変わらないようなことになってくるかもしれませんが、やはり、一気に増えたり、重い症状が出たりすると大変困ります。今ワクチン等もどんどん、打つ方が多くなった中で、マスクをいつまでつけるんだというのもよく聞かれます。特に小さいお子さんとか小学生、もう大変なんですよと、もう話もできない、もう本当に学校行っても楽しくない、強制なんですか、強制はないが、もうほとんどつけるような指導中か協力を求めているとこ、いろいろな、お困りがあるとこ、苦しいとかですね、熱中症になるときは外していいよということにはなってますけれども、なかなか外していると、なんでつけてないんだとやっぱり、いけないっていう格好にもなってるのかな。もうどっかで本当に減ってくれると一番いいんですが、マスクも、あり方っていうか、基本はもう喋ったりする人はともかく、つけないでいいよと、つけることも OK だよというようなことも考えていかなければならないんじゃないかなと。そこでまた一気に増える怖さはあるんですけれども、重症化がどんどん少なくなれば、もう子どもたちのとこから喋、らない時の授業中とかですね、学校にいる間、つけなくてもいいよ、つけたい人はつけなさい、もう予防的なマスクで、喋るときは人にうつさない、ただ、やっぱり喋らない、時はもうつけなくていいんだよとかいうことも、考えていかなければならない。どうもずっとつけた中で、社会が閉塞感、まあ、外国を見るとつけてない事例が多いもんですから、悩んでおります。大変ですね。こう敷いて絶対つけとかないかんようなところからの転換も考えなければならない、私どもも判断に迷うんですけれども、ぜひ、そういったここはもういいんじゃないかということをですね、しっかり考えていける機会、またフランクに意見交換できる場をもう作っていかなければならないなと思います。私たちもやっぱり出るときは、まあゴミ捨て、近場にゴミ捨て行くとき私外していったりしてますけれども、どこでつけてどこでつけなくても、大丈夫じゃないかというのをですね、しっかり考えていきたいなと思います。